それでは今から、マラウィ発のヨハネスブルグを経由してケープタウン南アフリカに向かいます。サウスアフリカン南アフリカ航空ですね。久々に大きめの飛行機でございます。さてまた移動です。ヨハネスブルグからケープタウンへ。South Africa. やった！宿に着きました。今日は91ループっていうホテルです。いや、この人が運転手です。それでは行きましょう。到着。はい、じゃあ今チェックインが終わりました。宿こんな感じです。まあよくあるやつだね。よいしょ。こんな感じでめっちゃ広いバーがあって開けます。はい、じゃあお部屋に行きましょう。よいしょ。しかもサムデンさんの部屋はリオデジャネイロですからね。リオデジャネイロ。あ、そっか、バックパッカーのホテルね。それぞれの国の都市の名前になってるんですね。カプセルホテルみたいなことですね。こういう風になってます。はい、でサムケンさんのお部屋はナンバー2です。ここです。はい、おはようございます。今ですねケープタウンですね。なんか宿泊した宿がやってるという、なんかお母さんが歌歌ってます。宿泊した宿が主催のツアーかと思ったらそうじゃないみたいな、なんか謎のフリーツアーにですね今参加しております。 OK、 ツアーの集団を見つけましたよ。これから合流します。30人ぐらいいるそうですよ。なんかフリーマーケットみたいなやつやってます。フリーじゃねえな、電化製品を売るものさ。中古品ですね。これ多分テーブルマウンテンですね。いよー、はい、今ですね今夜のアフリカンミュージックショーみたいなのやってるレストランの予約をしにねちょっと来ましたね。宿からめっちゃ近いんで歩いてきました。ママアフリカです。なんかすごい有名なレストランです。あ、これがママアフリカ。あれ、オープンって書いてあるな。そしてアフリカケープタウンではやたら絡んできますね、いろんな人が。ピンポンか。ピンポン。こんにちは。こんな感じです。My name is Samurai. Okay. ということで。夜8時半から席の予約取れました。ちょっとインストゥルメンツを見させてもらいます。これがステージ。見たこともないような楽器が、なんだろうこれ。この辺はボンゴとかですよね。コンガ、そして木琴みたいな本当に木で作ったようなやつ。楽しみですね。おママアフリカのお母さんですかね、これは。楽しみ。お、そしてこちらがあるじゃん。牛。うわぁ Thank you. See you tonight. 楽しみですね。それでは、今からテーブルマウンテンに向かっていきたいと思います。3、2、1、オープン！さて、ケーブルマウンテンが見えてきましたよ。あ、ケーブルじゃねえ、テーブルマウンテン。テーブルマウンテンが見えてきました。運転手さん、めちゃめちゃいかついですね。そして、この高級住宅街、立派な家ですね。さて、あっという間に着きました。すごい、もうこの時点で
絶景です。まだ山登ってないですけど、すでにすごい絶景ですよ。いやー、ケープタウンいいっすね。あ、あれがケーブルや。テーブルマウンテンを間違えてケーブルマウンテンって言いそうになりましたね。気をつけましょうね。よかった、全然並んでない、空いてますね。これタウンだ。ケーブルカーに乗りました。回ってんだこれ。足元が回ってます。なんかこんな感じ、早いね。スピード速い。着きましたよ。 Welcome to the Table Mountain National Park。 うわ、海、うわ、すげえ。テーブルマウンテンにかかっている雲、ドライアイスじゃありませんよ。いやー、来てよかった。テーブルマウンテンカフェに来ました。さて、料理が出てきました。それではいただきたいと思います。美味しそう。うまい。ケープタウンはどこもご飯がとっても美味しいですよ。うん、うまい。うん、テーブルマウンテンの山頂に到着いたしました。というか全部山頂ですね、テーブル状ですから。はい、見渡す限りが山頂です。しかも丸いのかと思ったら意外と丸じゃない、なんか長いですね。いわゆるテーブル状の山は切り株説、古代の超巨大な木をスパッとね横から切ったのではないかというね説もあるんですけどね。これは丸くないんで木の切り株みたいな感じの形ではないですね。一体どうやってこんな山ができたんでしょうか。謎の動物です。謎の動物発見。何ですかね、これは。モーグリーみたいな。かなり謎ですね。君、お名前は何て言うの。ウサギの耳が短い版ですね。かわいいね。ウォーターフロントね。今からあそこのウォーターフロントっていうところまで向かいますよ。はい、ちゅうことでこのケープタウンのテーブルマウンテンですね、マチュピチュに来た感覚と近いですけどね、一生に一度はぜひ皆さんも来てみてくださいね。 Thank you for watching。 もしこの動画が面白いなって思ったら高評価もお願いね。コメントもお待ちしてるです。チャンネル登録よろしくね。